らおらららららけろおらららけろおらら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 らいや今のは気持ち悪かったんじゃない？ゴールできるにゴールしないってさ。でもね、今のコース作ってる時、ゴールできる時とゴールできない時が半々なのよ。たまたまクリアできたから、情けない声が出てしまいましたけど、まあたまにはこういうオチもいいんじゃないでしょうか。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうもゴールしなキングです。今日もドロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のドロールコース、ザスポフィッシュインクイシションということで、魚の取り調べということでしょうか。確かにサムネを見る感じじゃ魚が取り調べしてる人っぽいよね。まあ人って言っていいかわかんないけど、魚が取り調べをしてる魚っぽいよね。意味わかんねえんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.5% で、最速にユートさんがいたね。ユートさんっていうのは、僕がまだ誰からも見られてない頃から仲良くさせていただいてるトロール制作者さんなんですよ。ユートさん見てる？ユートさんの最速を今日は僕は抜いていきませんよ。そしてここはソフトロックかな。ソフトロックヒアーって書いてるね。ここを叩けば何かあると。いや絶対笑うよ。かしかしね。でも叩いてみる。何がある？開幕ダバダー。大体ね、今みたいにわざと罠に引っかかりに行くっていうのも賛否両論なんですよ。たまにコメントでね、罠に引っかかりに行くなんて萎える。そういうコメント結構もらうんだけど、ここはカシャンしてよかったのかい？え、ダメだと見せかけて横から当たっていく。それで僕はいけるんだ。ガリガリしてんじゃねー。たまにはさ、ずっとやる気なしキングで行ってみる？いつもうるさいうるさいって言われてるから、たまにはね、ずっと静かなやる気なしキングで行くっていうのも全然ありだと思うんですよ。さあ、ここは雲が出てきた。上から叩いてたら下に行って雲が取れなかったっていう感じでしょうね。じゃあこの雲に乗ってこの土管に入っていきます。まあまあクリア率 1.5% だったら結構簡単なじゃない。でも雲に乗って土下座を持ってこいって書いてるね。お先真っ雲。こんなんでいいのかな？今日の僕こんなんでいいのかな？ここで雲を出す。この雲を出して左上のトゲゾを取りに行けっていうことでしょうね。まあ雲を手に入れたことによって罠が何か変わってるみたいな、そういうことだと思いました。ブロックを叩いたらすぐ逃げていいっていうことなんじゃないんすかね。なんかオンオフが変わってるじゃん。転のことによって先に進めるみたいな。なんか左ここ怪しくない？なんかこれ、あ、これがトゲゾっていうわけね。はいはい、これで手に入れれました。そしてこのブロックを壊せっていうこと。あったー、自分もうやめだやめだ。やる気なしキングは突っ込んでる。みっともねえところばっかり見せやがって。どけでかっぱれ。このビオキングが罠に引っかかりまくりながら言ってやるぜ。このボム兵は踏んでいいのかい？踏んで上のキノコを取る。そうだろう。この俺の手にかかればもう何も怖いもんってないさ。見てろ、やる気なしキング、上のスターは取っていいのかい？やめろ。アンケート取ります。いつものピオキングとやる気なしキング、皆さんどちらが好きでしょうか？え、両方好き。いやマジでそれやってる、チャイルドシートだって。じゃあさ、じゃあさ、ピオキングの一番どこが好き？え、面白いところ？うわ、照れる照れる。それ以外は？面白いとこ、もうそれ以上言ったら僕プレイできなくなるって。他には、他には？うるさいところ。いやそれも照れるな。あとまだあんの？面白くないところ。さっきと言ってること違うじゃねえか。何言ってるんだろうね、僕は。大丈夫、皆さんついてこれてるかな。今んところカットして、すげえカットして、すげえつまんねえこと言ってたような気がする。ごめんね、みんな面白くないって思った方は巻き戻してもう一回見てもらっていいかな。ただの地獄じゃねえか、そんなの。さあ、上の土管は入れないで、バーがあるから。で、パワーブロックがあるのか。一旦上行ってみようか。これ先見るの大事だもんな。あ、はいはいはい、分かっちまったよ。これはパウ投げてたらこのコインが出るから、多分先に進めなくなるっていうことだね。さあ、このバネは一旦下に降りる。いや、どうだろう、ここ投げても何も変わんないよな。だからこの、あー、バネー、この場所でしゃがんで投げる。これでいいんじゃない？オッケー。さっきと同じやんか。今度はちゃんとすぐ左に逃げようか。オッケーオッケー。で、砲台がくるくる回ってますけど、左上に行けと、そういうことだ。で、これチビになる必要あるんかな。一旦そのまま行ってみようか。あ、やっぱりバーがあるか。ってことはチビにならなくちゃいけないね。で、この場面が終われば中間ポイントがあってもおかしくないとは思うんですけど、まだまだないね。何が出てくるよ。右にギャップ。ぬるいって、ぬるすぎるって。もうちょっと僕に罠をくれよ。今日全然物足りないぞ。これは取らない方がいい。そのまんま土管の方に行こうか。オッケーオッケー。多分あれ取ってたら下がってたよ。さあ、こっちはなんだ。で、ジャンプして、え、これ上行ける？で、行けないね。左も行けませんね。こっちじゃないですわー。
クリア率が 1% 中盤以降のトロールコースって僕にとってはもう簡単になってきてるのかもしんないな。くっ、自分が憎いぜ。何も知らなきゃところの自分に戻りたいね。トロールコースって何みたいな。え、ただやられたけどコースじゃん。え、何このコース、全然思んねえんだけど。そんな時もあったら、え、右に行けないよ、誰か助けて、溺れちゃう、溺れちゃうよ、マリーが、ぐわー。いや、そうこうやっていくうちにトロールコースでやられる快感を覚えてしまいましたよ。大丈夫か、こんなこと言って。てかこれはカラのコーラ吐いたらいけないだろ。きっと吐いたらさ、雲抜けなくなるもんな。そんでカラのコーラを持ってこれる、やっぱ届かねえもんな。そしてこれを抜いて投げる。うわー、ぶってぶって。いや大丈夫大丈夫。さあここでチビにならなくちゃいけないもんね、どうせ。うわ、右下の下からすげえ生きて、どうなるんだ、下を取らせてくれんのか。わざだって行くのは分かってんだ、何をしてくれんだ。取らせろ。あ、スターが出てきたよ。あのスター取れる、もしかして。魚、なんか知んないけど今日の僕めちゃめちゃうざくないっすか。ちょっとテンションが高いからといって口数が多くなってきてるような気もしなくもしなくもしなくもない。じゃあここは一旦魚を避けておこうか。そしてスターを取って先に進んでいこう。オッケーオッケー、よく来たね、スター。これで間違いない、そうだろう。さあここで、あ、スーパーボールフラワー。あ、まあまあこれでやられて先に進めるって感じだね。いや、久しぶりのスーパーボールフラワーにめちゃめちゃテンションが上がったんだけどな。めったにないじゃん、スーパーボールフラワーを使えるトロールコースなんてさ。さあ右に進んで、このツタの上に行ったら魚が落ちてくる。下の土管もすげえ怪しいな、落ちてこないみたいだな。じゃあすぐ行こうか。そしてこのパックを蹴ったら跳ね返ってくるから一旦左に避けておこうか。それで多分大丈夫だよ。オッケーオッケー。邪魔くせえこのお題。え、これじゃあどうやってやられればいいの。待って待って、これさ新体験なんじゃない。ほらほら、この針で当たっていけみたいな。すげえめんどくせえ、僕ツタ系は苦手なんだって。くっ、ツタはダメだ。でもちゃんとみんなが見てるからね、ちゃんと攻略するよ、見てて。おりゃー、見たか、これがツタ名人だ。甲羅を蹴って右に突っ走ってよかったよな。確か甲羅消えたような気がするんだけど。よし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 。そしてリンクを取れていくのか。この砲台は危ないよ、だから何も出さないでくれ。シンプルでいいね、今の隠しブロック。僕そういうのは嫌いじゃないよ。で、嫌いじゃないよっていう言葉はね、好きっていう言葉が使うのが恥ずかしい人が使う言葉なんですよ。そうすげんは僕だね。でもそんなことじゃダメなんだ。女の子にはちゃんとストレートに好きって言わなきゃ、恥ずかしいかもしれないけど好きって言わなきゃ伝わんないんだ。ピースイッチ、僕は君が好きだからこそ押さないよ。ピースイッチ嫌いだ。最近コメントでちょいちょいもらうんだけど、ディオキングさんって絶対優しいでしょって。いや全然そんなことないからな。イオンとかであるじゃん、携帯申し込みませんかっていう人。僕普通に冷たい目で、あ、全然いいっすって。人間だからな。え、これ何、ここ叩いていいの、絶対ダメだろ。バカ。今のに引っかかった僕は天才か。ここ思い出しただけでも笑えるわ。確か右の方にキノコがあったよね、だからこのキノコを取っていけばいいと、そういうことだと思います。さあそろそろゴールが、キノコ様。じゃあここは何も取らないで行きます。アイテムが降りてきたタイミングで上に行けば絶対行けると思うんだよな、このタイミング。オーケーオーケー。さあそろそろゴールが近いと思うんだよな。で、鍵を取れっていう感じか。左上の一気アップもすげえ怪しいけど、一旦取ってみる。あー、なんもないね。じゃあこれは上から取れないから、普通に下から取るしかないよな。え、全然余裕で取らせてくれるんだけど。何やってんだ花親父。さあドアに入れば目の前にゴールが、いや、あるよ、絶対あるよ。あ、まだねえのか、絶対あると思ってた。これは隠しブロックかい。いや全然引っかかんねえよそんなのには。今のさ、このバネに当たって跳ね返るんじゃない、あの魚って。跳ね返んなかったろ。さあここで、カッパクラウンを取って、カッパクラウンじゃねえよ、カロの甲羅を取って、あ、読めた。これさ、ガリガリの下に降りればゴールあるんじゃない、絶対そうだよ。やったー。え、ははははは、頼む。え、中間ポイント戻し、それだけはやめて、嘘って言って、俺が中間ポイント戻しだけはない、ありがたい。
よしよしよし、戻れば多分ね、ゴールさせてくれると思うんだよな。オッケーオッケー、さあここでパンを発動させて次こそゴールなんじゃない？これはいけるよな。でもっかいこのカロンの甲羅はいらねえ。このまま行けばゴールができるんだ。なんでえ、全体ゴールと思ったよね。 JK×2、JK って確か冗談みたいな感じだったよね。おほほほほほ、バカにするのも大概つねんか。トゲメットをかぶってる状態でさらにカロンの甲羅も手に入れて、ここでヒップドロップしてもう一回下に行くことは間違ってないんだ。いや絶対そうだよね。あ、チェックポイント取ってしまった。まあいいか、ゴールするのはこっちの勝ちなんだよ。オーケーオッケー、よしよしよし、しゃこれね、難易度はそこまで高くないんだけど、めちゃくちゃ楽しませてくれるトロールコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1-1グリッチフリーということで、このタイトル見たことありませんか？以前ワゴンさんのコースでバグりまくった1-1をやったと思うんだけど、それとタイトル名が全く同じなのよ。っていうことはこのコースもバグりまくった1-1なんじゃないかなと。そして制作者さんの名前はトロールメーカーって書いてるから、バグりまくった1-1なんだよきっと。いやめちゃめちゃ楽しみだね、1-1のバグコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.77%。 ちょっと気になってるのがさ、ワゴンさんと全く同じコース、まあいわゆるパクリコースだね。それじゃなかったらいいんだけど、さあどうなんだ。あ、なんかちょっと違うな。ちょっと違うっぽいね。ワゴンさんこんな振らせ方してこなかったもんな。あ、鍵手に入れたよ。ちょっと待って、この鍵まずいやつなんじゃない？ちょっと待って、なんだそのキノコの出方は。ちょっと待ってって忙しいこのコース。いや今すり抜けなかった。バグりすぎだろこれは。わけわかんない、一の位置作んなって。削除されても知らないかな。でこの辺にキノコがあったと思う。このキノコ大事にしていこうか。そしてどっかに隠しブロックとかありそう。この制作者さん絶対どっかにあるよ。気をつけていこうか。いや2個も叩いてねって2個出るな。じゃあ3つ目の土管は入れない。この辺に隠しブロックもないか。じゃあ4つ目の土管は、あ、入れたね。でワゴンさんのコースだったら右下土管の前埋まったんだけど、ブロックが多分これも埋まるとかそういうパターンかな。埋まるねあ、でも出れたよ。こっから、いやすごいね。これ1個しか叩いてないのに隠しブロックが2つ出るっていう。しかも上のブロックすり抜けんじゃないか。さっき気づかんかったな。でこの辺に一気アップとかはなさそう。うわ、砲台とか急に来そうじゃない、大丈夫もしかしたら隠しブロックが多いパターンかもしんない。で以前さ、ワゴンさんのコースやったと思うんだけど、それとはまた全然違うコースだな。バグり方も違うもん。ほら何やってんのあなた。これ叩ける、叩けるんだな。でフラワーも出てきた。多分ねこれ上のブロックすり抜けんじゃない。いや行かせてくれよ。ちょいちょいこのさ、あの阻むやつやめてくんないかな。いやどっかさ、ここすり抜けそうな気がする。ですよね。もう下から行こう。上から行くのは危険すぎる。ただこの辺にも隠しブロックやっぱりあったね。だいたいこの方の作るトロールコースの作り方分かってきたような気がするよ。で原作通りだったらここにスターがある。いやないか、やっぱりそこまで甘くねえって感じだね。そしてこれはアイテムなんじゃない。いやちょっと待って、じゃあこの3つも魚と思ったら犬か。ちょっと待って、この犬邪魔くせえな。上から行こう。やっぱり上からの方がいいよきっと。でもうマジでちょいちょい邪魔してくるんだよね。ちょっと埋まってるじゃん。こっから右行けないの、このハテナブロックは。もう全部叩きたくなるよな。でも全部警戒した方がいいと思う。もう今のは警戒してもダメだった。さあこっから右に、待て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 、上に隠しブロックビンゴー。この方意地でも詰ませようとしてくるね。まあそんだけユーモアにありふれてるっていうことで、いやでもめちゃめちゃ楽しみだよ。次はどんなバグが来るのかと、ワクワクと胸胸が止まんないね。さあここは上に行って右に行けばいいのかな。いや行けるこれ、いけ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 、右行けそう行けそう。いやマジマジ当たってしまった。え、何ここ、急にユーモアにありふりすぎてないかこれ右ダッシュしたらゴールできるとかそういうパターン。え、最後の最後は楽させてくれるパターンだね。でこの土管入れる。いや入りたくねえな、どうしよう。でも言ってしまったに入るしかない。あ、入れないのか。じゃあここでゴールっていう感じなんじゃない。どうもありがとうございます。なんだいちゅうよしゅ
いやちょっと待って、この鍵には何があるか気になんない。ちょっと取り行こうか。最初にさ鍵あったじゃん、ここ。この鍵を取ってゴールしろっていう感じだろうね。だからこれでゴールまで目指してみる。たださ、あの仮面がいるんだよな。あの仮面を避けながらだったらめっちゃきちんと、いやー、最初にキノコ取っていこう。この1回当たれるキノコはマジででかいと思う。さあキノコ取って、当たるなよ、当たるな、当たるな、当たるな、よし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 。で走ってれば多分僕の方が速いと思うんだよな。でフラワーを取っていく。上から行く、これ上から行こうか。でここでジャンプもうやめろって、やろ、あいついや、この仮面めっちゃ速いのね。走ってる方が速いんじゃないの。いや邪魔くせー。いやこういうの楽しいよね。何かに追われるっていうのすごい好きです。いやここ当たってもいいんじゃないね。えもう先にフラワーがあるから上から行ってみる。上からどんどん行こうか。いやこれもう中間あんじゃん。ちょっと中間取っておく。あ、中間取ったらダメじゃん、鍵がまあいいや、もうこれはゴールできたんじゃないのか。だから上から、よしよしよし、これはもう多分鍵ドアに入れるよ。さあ鍵ドアに入った先には何があるんだい。なんじゃそりゃ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。